ではホーム岐阜の予想フォーメーション見ていきます。3バックです。キーパーは桐畑、そしてディフェンスが右から藤谷、そして中央はキャプテン海から武田に変えました。左が三田です。アンカーのポジションに本田拓也、そしてウイングバック右は船津、左はレレウです。前節ゴールの大西、そして中島健生が中盤のコンビ、トップ下に柏木陽介、そしてワントップが前節初スタメン加入後初ゴールの深堀俊平です。対するアウェーガイナーレ鳥取の予想フォーメーション、こちらは 4-4-2 を予想しました。キーパーは田尻健、4バック右から坂本、鈴木純也、そして背番号3の藤原拓也は3試合ぶりの出場、前節ゴール左のサイドバックは魚里直也です。8試合連続でダブルボランチはこの2人、瀬瀬と新井、そして右のウイングの位置は背番号27番小田垣めぐるが入りました。先週新加入の発表があったこの小田垣はドイツから完全移籍の選手、現在24歳です。左のウイングには秋山大地、そして2トップは大久保と、そして昨シーズンまで岐阜でプレーをしていました石川大地です。一度戻します。10試合連続スタメンの藤谷から中央武田、縦のパス、これつながりそうだ、ヒールで落として大西、チャンスになるか、自分で行く、シュート、弾かれてもう一度行く、大西が行ってその後中島健生狙いましたが、ゴッドリー左サイド魚里から中央瀬瀬から狙ってきました。桐畑が掴んでいます。手を上げた柏木、巻いてくる、ヘディング、ゴールマウスの上、岐阜のスローイン、ここは2人で行く鳥取、右サイド船津と柏木がいます。鳥取ここを抜け出して中へつなぐ、この位置エリアの中、チャンスになる、シュート決まった、石川大地、昨シーズンまでプレーをしていた岐阜を相手に今シーズン2点目、後半入って先制点となりました。ガイナーレ鳥取です。空いたスペースをしっかり活用しました。裏に抜け出して桐畑をかわして右足、岐阜を相手に今シーズン2点目、ここも石川が持つ、左のサイドフリーになっている、この位置でフリーで受けて左足決まった、鳥取2点目、いい流れをそのままに追加点を決めました鳥取。J 初ゴールとなりました杉井颯です。ここも左サイドフリーになっているのをしっかり見たのは石川大地、そこから交代後すぐの杉井颯が左足ふわりとしたボールで桐畑の頭を越えていきました。ボールはゴールマウス右隅へと吸い込まれていきました。これが2点目、短くつないで裏に抜け出す、ここも左サイドマイナスのクロス、ボールをキープ、3点目だ、追加点が決まりました。ガイナーレ鳥取さらに突き放してこの試合2得点目石川大地。ここも左サイド杉井を起点に、失礼、これ決めたのは長島ですね。
失礼しました、前に石川大地がいる状況でしたが、最後左足を振り抜いたのは長島雄志。岐阜としては早く相手の陣地でプレーをしたいところ。こぼれたところ村田が前に出る、こぼれて最後押し込めず、深堀がこぼれたボールの目の前まで来ていましたが、いやこの位置坂本から奪って村田、もうキーパーと1対1まで来ました。弾いて最後も深堀来ていましたが、シュートまでいけませんでした。ロングボール中央、深堀のところ頭で落として後ろ向き、人数をかける鳥取、早いリスタート、チャンスになるか、深堀右足振り抜くが枠の左、目安の5分も経過、もう時間はない、時間はない、ここで試合終了のホイッスル。18節岐阜と鳥取の一戦、先制点を決めました石川大地、最下位鳥取が上位岐阜を相手に勝ち点3をもぎ取りました。